それいけゲスラジオウィズキラーココンテンツゲステンツこの青い空に星一つ昼間でも輝いて見える。はい、9月23日10時を回りました。今日はゲスラジオということで、ゲス一風とゲス旋風とゲス側と普通のワデです。ずるいずるいなんだそれは。ずるいなんだよずるいもうずるくないですか。お前らみたいなゲスはやりたくないんだよ。何言ってんすか。いやでも僕らね、ゲスコンテンツはね、はい、あの前回あそうですよ電話だったんで、はい、2ヶ月ぶりのこの舞台です。ああいいですね。どうなってるんですかあれは。1回飛ばすというこの僕らのゲスっぷり。いや本当ですよ。びっくりしましたよ。あれはごめんなさい、長谷川さんのブッキングが悪かった。ブッキングミスです。あの何の用事があったんですか。ラジオ。ラジオがあったのに。ラジオ別のラジオ。別のラジオ、しかも録音のやつ。いやいやいや、これレギュラーですよ、和田さん。キラコンテンツゲスいいわ。いやかなりゲスでしょ。かなりゲスいいわ。まさか他のラジオ出てるなんて。悪いわ。金勘定しやがったから。車弾きました。やっぱね、あっちに分けたか。いろんなものには優先順位って掘り下げないでくださいよ。余計傷つきますよ。いやオープニングテーマ変わってたじゃん。変わりましたね。おねえ、ラジオのテーマソング、うん、よかった。ちょっと初めて聞いたから、うん、前回も聞いたけど、はいはい、ちゃんとしたので聞いたからさ。ああなるほど。これタイトルは何なの。これね、青空キラキラ、うん、そっからもうなんかあのすごい遠い昔のように痛いよね。いやなんかあのあまりにも先月あのまあでも一応ね形になったからよかった。よかった。曲になったからよかった、まあすごいですね。半年くらいかかりました。まあねかかりました。それでやっとやっとだね。やっとオープニングテーマが決まりましたから。みんなに断られすぎてね。もう誰も書いてくれる人もいない。歌詞はね、歌詞は 2、3 ヶ月で決まったんだけどね。そうですよね。何がいけなかったの。これ未だに分かんないよね。い断る理由が全く分かんないですね。もう素人感が満載に出てた。斬新な斬新な曲でもいい曲に仕上がって、はい、やっぱり、まあ、思った以上にいいですね。よかった、そうですね、はい、最近はなんかなんかあったんじゃないですか。ああそう、この間、はい、あれ浅草の下町コメディ祭、はい、コメディ映画祭で、ね、映画祭でレッドカーペット出ましたね。ね、ニュースにもなってましたね。たけしさんが歩いたって、ね、浅草に凱旋だっつって。いやそう、実はね僕ら4人そこの脇にいたんですよね。いましたいました。いましたよ、いたよね。いました。僕らはでも本当は行く予定なかったんだよあれ。そう、あそうなんですか。前日に言われたの。そう、前日に、あのロケットさんの定例集会の時に、はい、あのソラさんっていう漫才協会、漫才協会の、うん、もうさ、ね、12時ちょい過ぎには終わってるから、はい、あの出番の12時半には大丈夫だよって東洋館の、へえ、いいよ来ちゃいねよ来ちゃいねよって言って、そうですかじゃあ行きます。そういうジャニーさんみたいなノリなんすかね。いやそんな感じだったんだよ。言う来ちゃいないよって感じなんすか。まさしくソラさんが、ソラさんがそうソラさん事務員ですよね。そうキラ来ちゃいなよって。キラ来ちゃいなよ。そんな力なんですか。キラコンデスのことキラって呼んでるんですか。そうそう、僕らの12時半の出番には間に合うし11時にはいればいいから来ちゃいなよって言って行ったんですよ。はい、キラ来ちゃいなよと来てましたよね。行ったらほら、この二人のゲス、ゲスが二人いたじゃん。ゲスが二人って誰ですか。てかゲスが二人。そもそもなんかでもあれ、うん、あの出番に釣られたとこあったんですけど。釣られた。はい。はじめなんか、LINE、漫才協会の LINE で、うん、19日のそのコメディなんとかっていうのに参加すれば、うん、優先的に19日の、ま、え嘘、はい、漫才協会のあれは入れるって言ってくれたんで、あじゃあ一石二鳥でいいなと思って行きますって言ったんですよ。で、あそうなの。はい。蓋開けたら。漫才協会の交番は入ってないんですけど、あれだけ僕たち行くっていう、あそうなんだ、はあ、うん、それで俺の勘違いかもしれないし、俺そう受け取ってたんですよね。だからあいいなと思って、一石二鳥だなと思って、まあ、でもね目の前たけしさん通ってたからさ、いやそうあれはすごかったよ。でも結果的にはね、はい、出番入ってなかった方が良かったです。そういうことですよ。そうだよ、たけしさん来るまで 僕らね間に合わなくて、はい、で一回出番をやって東洋館で10分漫才した後にまた戻ってきて。そうですね、たけしさんだからね、でも見れ
間に合いましたもんね。たけしさんには間に合った。よかったです、ね。健康症とかには間に合わなかった。クジラ屋の大将がその、うん、仕切ってくれたじゃないですか。うん、で僕ら芸人は、うん、あのレッドカーペットの柵の中に、うん、中なんだね。中なんですね。やっぱ違いますよね。中入ってて違いますよ。でその理由も芸人さんだから、うん、他の素人たちと違ってたけしさんが通っても触らないし、みたいな握手とかしないから、うんうん、そういう理由で入れてもらって。散々言ってたもん。触っちゃいけませんと。高級店の大将もね。一緒一緒。で真っ先にたけしさんがこうさあ最後にたけしさんがずっと歩いてきたら真っ先に旋風がわーって言って足に行ってこっちテンション上がったのかあっあーあーあーって握手しても何も言わずああ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 あもうすごいんですよ。すごいよね。よあのだってそれまでそんな素振り全然なかった、ね。なかった。見た瞬間、ああああオーラですよね。吸い寄せられる。めちゃくちゃテンションが上がって。ただのファンだもんね。いやもう本当そうです。ただの輩ですから。でもまあ僕らそれ羨ましいなと思ってるけど、ね。まあ本当ですか。ありがとうございます。もうあのねすごいね前に出る力はね。いや。昔たけしさんの、うん。番組なんだ ね, そうですね火曜サプライズという番組で、うん、ナイスさんのと対談するのにその他大勢の若手として僕らの後ろで入れてもらったんですよ、はいはいはい、それもクジラ屋でね、うん、撮影だったんですけどその時にプチ袋をもらったんですよたけしさんからこ、うん、ポチ袋でしょポチ袋プチ袋ってただちっちゃい何だよプチ袋ってバカ丸出しじゃないよなんでプチ袋ってポチ袋をもらったんですよそこでそれを大切に保管してたんですよ。天風くんが。僕はすぐ使ったんですけど。使うね。ゲスだね。ゲスだね。金は金だと。思い出だぞ。取って使って大切に取ってたんですけど、その財布ごとなくしたんですよ。バカじゃない。びっくりしました。1万円もちゃんと1万円って。1万円。金額も言っちゃったよ。言うな。ゲスだね。言うんじゃねえよ。チェーマン入ってます。チェーマン。それをなくしてね。チェーマンってこれやってたの。なくしてしまって朝方の西武新宿の駅でうんこしようと思ってトイレ入ったんですよ、うん、でここにかさばるじゃないですか、うん、だからあのペーパーの上にこう置いたんですよ、はい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 、でブリブリってしてで出て行ったんですよで 帰ってた時に地元の駅まで帰っちゃったんですよ、うん、でそこに定期も入ってたんで、うん、出ようと思った時にあれあと思ってねえやつってねえやと思った時にあーっと思って、うん、新宿の駅置いてきたと思ってすぐ帰ったんですけどもうなかったいやそらないいやそらないよでも普通なんかキャッシュカードと か側は置いてあるもんじゃないですか中身は取ってもいやいやわかんないそれはわかんないでも全部なくてだからついてねえなと思ってついてねえなと思ってざまあ見ろよおい全部バカ野郎本当あのピコってやってほしかったでしょ本当ねもう何なんだか思い出のやつ、ね、俺の全力のモノマネをスルーするあたけしさんだったんだたけしさんだったんだ今誰かのモノマネをやってるねモノマネのモノマネをやってるだけだなんだよでそういう思い出が、ね、ありますけどもなんか思い出ありますかたけしさんとのいやいや僕らはあでも新人大賞の時にほらあ、ね、あ来てくれましたね、そうですよねその時に、うん、楽屋で待っててすごい静かで、はい、ちょっと愛花ちゃん楽屋好きだったからえそうそうでも別にその挨拶がしないよ別にしなかったけどたけしさんの楽屋だとどうなんですか、ね、騒いだりするんですか全然普通もうずっとこういう感じですかでも若手見てくれててで最後ね母心さんにああいう ああいうねアドバイスをしてたからダメ出しですかありがとうちゃんじゃあダメ出しじゃないよアドバイスじゃあそう見てくれた上でアドバイスをしたってことですよねありがたいですよすごいなとすごい意味が含まれてますね今いやいやすごいなと思ってたけしさんもこのラジオ来ちゃえばいいですよね同じ足立区なんで先輩バカ野郎来たよえ来たよ電力でもねましたビートなんですか ビートですかビートではないけどねビートじゃないですかたけしが来たよちょお前らバカしてるみたいなバカ野郎はい、こんな空気になるじゃないかはい、一服の番だよみんなにバカ野郎バカ野郎はい、先輩バカ野郎さあでひでえなマジでみんなで怪我をしたところだよそらまM1 も一回戦落ちるわなあ落ちたで落ちるわなそうなんですか落ちました落ちましたよモリエールまで行ってねそうですあらまあ、アマチュアに挟まれたにもかかわらず落ちましたよ、アマチュアその空気悪くしたんじゃないですかいや悪くしたのは、はい、なんだろう長谷川君噛むっていう大事だよいつもだったら 100% のネタじゃないですか噛んだ噛んだ珍しいですね噛むっていうのそう一番言い慣れてるところ多分噛んだんだどうですか徳川のとこですか水戸光圀にあーさーって引いてくるの分かった
待って、ちょっと天罰食らってるから。あ、どうしたんですか。その噛んだ後の夜から今に至るまですげえ風邪をひいてます、はい、精神的に来ちゃったんですかね。発熱がすごいんだよね。自らのもちろん、すごい。いやあまりじゃあいいご報告がないですけども、まあでもたけしさんに会えたってことはまあまあ、ね、やっぱねプラスになりますね。もうレジェンドです、ね、オーラがすごかったからね。あと一番良かったのはあの稽古師匠と浅香光代さんのドドイツの、はい、あの掛け合いは素晴らしかったですね。あのねあれでしょ、司会者がもうやめてくださいやり続けたやつすごいですよね。終わんないんだろう。はい、ありがとうございましたって言ってもまだまだしゃべりたいなってすごいもんね。稽古師匠はわかるけどね、まさか浅香光代さんまだ乗っかってきますからね。やっぱ重鎮は違うな。違いますね。時間とか関係ないから。段取りとか関係ない。もう自分のやりたいようにやるってことでね。それ大事だね。俺らも見習わないとね。そうですね。さあ、なんかですね、今日はですね、特別スペシャルゲストが来てる。そうだよ、はい、今日はすごいよ。すごいですね。はい、もう僕もいろんな手を尽くしましたから。お手さんの今日前回出れなかったんで、はい、なるほど、そのお詫びも含めて、詫びも含めて、ありがとうございます、僕は特に何もやってないです。それではご紹介したいと思います、はい、GDA スペースキットさんです。よいしょ。ヤンゲージスタート DJ スペースキット。あー、来ていただきましたけども、 DJ スペースキットさんです。こんばんは。おー、 おー、渋い、渋い、すごいんだからね、この人は。いやだから DJ をされてるんですけど、はい、日本だけじゃなくて、はい、ね、世界をも股にかけてるわけですよ。下水よー、下水よね。ごますりが、ごますりがゴリゴリに。なんでそういう知り合いが。これは愛香ちゃんがお呼びしたってことでよろしいですか。もちろんだよ。すごい、僕がね、もう一生懸命頼み込んで、はい、なるほど、こんな忙しい中をね、はい、来ていただいてるわけですよ。あ、素晴らしい。なんか素敵なね、もうほんとね、服装で、いやいやいや、かっこいい人がね、来てくれてね。ごますりがすごいね。おい、やめろやめろ。じゃあ肩書きはそのどういう形になるんですか。肩書きを教えてもらって。一応 DJ と、はいはい、プロデューサー。おー、プロデュースもいいですね。だから今これ後ろ流れてるのも、はい、全部作った。この活かした曲熱ですね。これが本当のラップなんですね。そうね、はい、前回そうですね、作っていただいた曲なんですけど、うん、まあいろいろこう時間かかったじゃないですか。かかりました ね、 かかりすぎちゃったね。やっぱり全然知らない素人が作るとダメだっていうことが分かったんで、今回次も第2弾。お、もう第2弾行こうと思って。まだ1回か2回しか見てないけど。そんなことあります？第2弾に行こうと思ってる。半年かけて 1,2 回ですよ。しかもその時ちょっとね、はい、話させてもらった時に、はい、キッドさんとね、はい、もう今ね、芸人の人は結構ね、はい、ヒップホップやってるんですよね。らしいですよ。と言いますと、レイザーラモンさん。ああ、やってますね。ビッグボルノで。そうですね。はい、最近あの友達のエルボーカルさんとかと、はいはい、曲作ったりしてリリースされてますね。クラブライブとかもやったりとか。あ、そう。あと他に若林さんとかも。ああ、やってましたね。ミレニアムズ部でやってましたね。まあ、特にあの、ね、一番最初に流れた青空キラキラ の、はい、あの時間がかかった一番の原因は千福のラップだったんじゃないかっていう。あら、そこが致命的な。あれですごいよ、いろんな歌手に断られましたからね。だいぶ韻は踏んでるんですけども、内容がめちゃくちゃっていう、韻だけを重点的にやったので。だから次はそこを強化していこうということですね。なるほど、そうだから、まあ、あの今回は、まあ、はい、僕らもそういうね、芸人さんがヒップホップに今ハマってるっていうのを、はい、流れを乗って、はい、僕らもやろうじゃないかと。おー、いいですね。なるほど、いいですね。だからそれを教えていただくのにいい先生だということでお呼びしたんです、はい、お願いします。ありがとうございます。いや、逆にいいんですか、教えていただけるんですか。いや、俺はもう DJ なんで。おお、 DJ からの角度で教える。ああ、ありがとうございます。ありがたい。なるほど、ラップっていうところだとちょっと自分もあれなんで、はい、まあ、DJ から。そうですね、わかりました。でもあの、こう見てる人が、初めて見る人が DJ とか、うんうん、ヒップホップとかラップとかっていう違いで、多分僕もちょっとあんまりよくわかんないんですけど、はい、だからそのまず区分けみたいなのは、あ、どういうことか、ちょっと分からないですね。教えていただいても、まあ、DJ っていうのは、ま、DJ は、まあ、レコードをまあかける、
おはい、クラブとか、まあはいはい、ラジオとか、もういわゆるあこういうやつですか。まあそうですね、キュ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 っていうやつがいわゆる DJ のやつ、イメージ的に。もうイメージはなんかそんなとこじゃないですね、そういうみたいになってる、うん、はいはい、でも本来はその、 あの箱の中を盛り上げていくっていう意味ですか。じゃなくて、そうですね、まあそういう、まあディスコ DJ みたいな系譜でやってる DJ と、ああ、まあクラブ、まあ今だったらヒップホップだって渋谷とか、まあ横浜とかでやってるような。浅草ではやらないん。いや、ちょっと畑があるんじゃないですか。浅草もあるんですか。下町のヒップホップもすごい盛り上がってる。あるんじゃん。ドドイツに乗せて、そうドドイツ稽古ラップ、やっこさんだよつ、やっこさんだって。でもいいですよ、なんか合いそうな感じもありますよね。うん、もともとでも稽古してとかでもラップなんかだったらちょっと見たいよね。いいですね、話題にはなるからね。93歳がラップを、ラップを始めましたと。いいじゃないですか、ね、そういうのもあるんで、はい、でだからそれ DJ っていうのはそれですね、はい、ヒップホップっていうか、その歌う人たちはまた別に違うんです。そうそうそう、ラッパーとかはやっぱその歌詞を書いて、はい、韻を踏んで、はい、歌うっていう。おそれは DJ とコラボレーションするってことですか。この、まあ、DJ はまあ基本的にはそのまあ最近だったらそのクラブで自分がかけたい曲とかを好きなラッパーにお願いして作ったりとか、はいはい、ああなるほどね、そういうことなんですね。はあはあ、プロデュースにかなり近いかな。なるほど。どっちがこの薬に近い方なんですか。まあ薬にはもう両方近いんじゃない。すいません、止めてください、止めてください。そんなこと聞くんじゃないよ。すいません、あ、飲み薬ですよね。ジェネリック、ジェネリック大丈夫ですよね。薬ジェネリックですよね。大丈夫ですね。バファリン、バファリンですか。バファリン、さっきメイクさんにやってもらった。あぶねあぶねあぶね、あとは聞いてるんですね。よかったよかった。冗談です、冗談ですよね。冗談です。今日は何を教えてもらえるんですか。それだからね、はい、僕らもそのまずラップをね、ちゃんと歌詞をちゃんと作れるようにしたいわけです、はい、あ、なるほど、うん、前回作ったじゃないですか。だからそれはもうバカばっかりがもうクソ素人たちのゲスナーも御三家畑健二を作ったじゃないですか。畑健二ご存知ですか。知らないあ、じゃあ作り直した方がいいですね。なんでまずそのね、その作り方を一から教えてもらうと簡単な、もう入門編ですよ。あ、なるほど、いいですね、うん、そこをねだから教えてもらおうかなと思うんですけど、はいはいはい、まあその韻を踏むみたいなね、はい、ところがあのどういうのが韻を踏むっていうのかがよく分かんないですよ実はね、うんうん、知らないでしょみんな。全然分かんないですね。なんとなく同じような言葉並べればいいのかぐらいで思っちゃうじゃん。だからその辺をちょっと聞けたらいいかなと思うんですけど、ね、今じゃあ即興で僕はなんかリンゴとか言ったらリンゴで軽く作っていく。リンゴ、はい、ゴリララッパ、知りとりですよ。ラッパが続く。どうですかね、一節ぐらい。それでラッパが リンゴでリンゴだったら、はい、リンゴだから、はい、ビンゴとか。あ、5になればいいってことですか。うん、まあ、最後は5、5ですよね。5ですよね。5になれば、はい、母音が O になれば、うん、うん、なるほどね。じゃあそのね、今度作るやつがあるから、はい、ちょっと、はい、あ、テーマが書きながらやろう。はいはい、はいはいはい、せっかくだから。邪魔だなこのポスターね。はい、曲ですよね。今度作ってもらおうか、第2弾を。じゃあそうラップですね。そう、第2弾の僕らのテーマソングだから、はい、やっぱりこの北千住に、はい、あの絡んだような、とにかくさ、ワードをバンバン出していけばいいんじゃない。分かりました。それに韻を踏んだものを僕らがこう、はい、なんか出して、はい、それがいいか悪いかちょっと見てもらって、はい、なるほど。まずはやっぱり一つ入れないといけないのは、じゃあだから僕らまず入れたい言葉から作るんですよね、多分。なるほど、うん、畑健二ですよ。まずどういう曲にしたいかっていう、あ、なるほど、あ、なるほど、テーマ、全体的なテーマが、まあ、先にあった方が分かりやりやすい。テーマを、いや、テーマ畑健二は違うから。違うんですか。畑健二はもういいでしょ、一回出してるんだから。畑健二じゃないですよね、もういらないでしょ、ね、すごい師匠嬉しがってくれてたんですけど、もうそれもいらないし。おいおい、まずテーマを決めましょう。テーマを、はい、テーマ、どんなテーマにしますか。みんなゲスだよねっていう。とんでもない歌詞になりますけど。いや、大丈夫ですか。いいんじゃない。じゃあもう、だってゲスラジオだから、じゃあもうゲスだよね。ゲスっていう単語から
韻を踏んでいこうよ。ゲスだ、まあ、分かりやすい方がいいんじゃないですか。そう、もうタイトルはもうゲスだよとか。あ、ゲスだよ。ゲスだよ。四文字だったら結構、あ、いけるんですか。四文字は結構いけるんですか。あ、これいいじゃん。いいじゃん。いいよ。こういうのが。やっぱり呼ぶべきだね。いや、先生、もう先生よろしくお願いします。いい、師匠、ゲスだよだか、おでなんか考えた方がいいんですか。そうですね。なるほど。ゲスだよ。ですだよ。いやいや、分かんない。あれはなんか、なんかダースベイダーの何ですか。ダディディオじゃなくてダーよじゃなくて、なんかあの、すげえ宇宙人みたいな。ゲスだよ。でも4文字で何々をみたいな、なんだか王ですよね。ね。なんかもう僕らとしたら大喜利みたいなもんじゃん。なるほど。まあそうですね。作り方としては。作り方としたらさ、はいはい、うん。ゲスだよにこ、変わる。最後おで終わる言葉4文字。4文字。っていうことでしょ。やっこさんだよ。おお、いやいや4文字ではないけどね。違いますよ。やっこさんだよ。やっこんでなんだよ。やっこさんだよって長くないですか。4文字ですよね。逆に1個もらった方がいいんですか。逆にどういうのが。ゲスだよから、はい、ゲスだよから。それはキッドさんは、はい、はい、だからこんな、はい、DJ キッドさんが言えたあれ大丈夫ですか。英語とかでもよくあるよね。 なんかそういうの、ね、なるほど。ヨーヨーヨーはジョーゾーさん、そのままやっぱヨーでもいいんじゃない、終わるのはね。あ、ゲスだよ、ヨーヨーヨー、そのまま。いやいや、それはだってあれでしょ、はい。ゲスだよ、はい、ゲスだよ、ゲソだよとか、そういうこと。急にイカの話になった。え、いきなり急に海鮮丼の話になったけど、どうした。いやだからこれまず、あ、こういうことですよね。まず4文字だからちょっと作りにくいんじゃない。ゲス、そう、別に4文字じゃなくてもいい。ゲス、あ、いいんだ。あ、いいんだ。あ、いいんだ。一番簡単な、言ってくださいよ。4文字縛られてたから。多分そうだよね。先生お願いします。4文字縛られたから俺ら。だからまずじゃなくていいんだ。ゲスっていうところから2文字でいこうよ。なるほど。ゲス、ゲス、2文字。いや、文字はだって関係ないって言ってんだから。関係ないけど、だってゲスだよだと作りにくいから、はい、ゲスっていうところから韻を踏んでいけば、別にその前に歌詞をつければラップになるんじゃないの、うん、っていうこと。ほら、お前先生呼んでんだ。先生超えないでください。先生をフライングしないでください。お前が先生、お前が先生なんてどうすんだよ。これを、これで韻を踏むってことですか。そうそう、ゲスで、ゲスで。いや、まあゲスでも踏みますけど、はい、ケツで踏んでった方が楽ですよね。どんどん、ちょっと知ったかやめてもらっていいですか、長谷川さん。何自分だけよくいい格好してんだよ。だよ。なんで意味を呼ぼうとしてるんですか。デブだよ。なんで黙るんですか。先生、なんかありますかね。そうだよ。先生にまず1個ちょっとお手本として、まず、はい、まず、はい、まあ、言葉に意味を当てていくよりも、はい、まあ、詞を作った方が。ああ、最初に。なるほど。最初に前にどんどん進めていくんだったら、はい、まあゲスだよっていう歌にしといて、はい、まあ、まず最初は誰から歌い出しますか。千福、千福、千福、うちのラッパーは。そう、そういうのもなんかあるんですか。別にそれは自由でいいですか。ラッパーっぽいのは誰ですかね。歌う前のはこのこいつですよ。じゃあ、あのサビを、お、あ、長谷川さん、長谷川さん、長谷川さん、サビ、長谷川さん、サビ。じゃあ俺キムタクの位置だから。何、あれあれ、何、ケッチュ、何、ケッチュ2番目ぐらいと苦情メールが来るの、そんなじゃ俺ビギのボーカル、それって大丈夫だと思う。三振持ってやる。頑張れ。沖縄代表で、多分イケメン担当だからね、一応一風は。じゃあ僕中井くん担当ですか。じゃあ中井くん、じゃあ5、6分ぐらいでいいじゃないですか。何みんなスマップで食べてる。謎のラップやってないっしょ。いや、そっちは分かりやすいだろ。分かりました。僕古内東吾担当でいきますよ。出た、バカじゃない。じゃあ俺だじゃあ一風からいく。あ、せ、旋風、旋風、旋風、まさかここで。じゃあ旋風から。はい、じゃあ一番やっぱ 俺たち漫才師は入れたいですけど。俺たち漫才師、俺たち漫才師、はい、なんかこの前の歌詞と一緒じゃない。そう、まあいいけどさ、まあとりあえず初めなんで、はい、まあ自己紹介みたいなことね。はい、タイトルゲスだよで俺たち漫才師、ないんだ。なんか、はい、バックトラックがあった方がいいですよね。音があってっていう、音があった方が。ちょっと、あら、何あるんですか。先生、先生、あるんですか。そんな秘密兵器を。先生、早く出していただきます。すごいことになってる。先生、その場でもしかしてできちゃうみたいな。嘘でしょ。じゃあ、ボールあるんですか。俺たち漫才師、俺たち漫才師、やっていけばいいよ。はい、ということは2行ぐらいずつ漫才師、あとなんか言いたいことは、師で終わるってことは、だって、いや、いいね、いらねえ、師とかもとりあえずいらないから歌詞を入れて、後から多分こう変えていくんだと思うから、はい、わかりました。漫才師の師違うんじゃない、これじゃないの、どっち、まあいいや、後でいい。何でしょう、あともう1行ぐらい、もう1行、俺たち、ま、これたち漫才師4人の話とか、そういうこと。いや、話はいらないか別に、どっちがいいですか。
なんか浅草か北千住から入れようかと思ったんですけど、あ、いいんじゃない、どっちに、どこでやってるも全部入れればいいにします。うんうん、浅草漫才師にします。じゃあ浅草北千住なんで好きなやってるとこバンバン入れる、勝浦とか入れちゃえばいい。あ、全部入れちゃっていいですか。僕千回C に入れときますね。いや C はいらない。千回C と。お前何うまいで、いや違う違う知らない。それやめた方がいいよ。なんか不吉なの、やめとけよ。なんか因果おかしくなるぞ。前回、いや前回、いやそれはちょっと、まあ、あれだから別におべっか使うわけじゃない、ないから。あれ何にしますか。あら、ありますよ、ありましょう。はい、あとはお、今おべっか、あ、先生一発目で。じゃあまずはキッドさんが、まず先生にちょっと音楽の方、はい、音を入れてくれるんですか。はい、さっきのじゃ あ、はい、エンドルフィンっていう曲なんですけど、はいはい、それに乗せて作ってもらいたい。お、いいですね。え、乗せてできるんだ。これはどこに、これは単語をいっぱい入れてた方がいいですか、書き出した方が。あ、そうですね。お、うん、なんか入れたい。 俺たち漫才師からスタートしてる、はい、お、いすげえな。ここから、はい、俺たち漫才師、これは最初、これ俺たち漫才師じゃない、はい、だからその後ですね、はい、はい、別に師でやんなくてもいいでしょ、とにかく普通に。これ小説で、はい、これ一小節目、はい、基本的にあの8小節であの組んでいった方がいいんですけど、8小節で、はい、で赤いの貸してあげて、出るやつ、はい、で、これがまず1小節、1小節、あ、で、まあ、2小節、はい、3小節、4小節、まあ、そういうやつ。え、じゃあ4つ入れてみようよ、じゃあせっかくだから、これはなんとか C じゃなくてもいいんでしょ、とりあえずいいんじゃない、はい、まず浅草という言葉を入れますか。いや、じゃあ好きなのいいよ、別に。俺たち漫才師、はい、なんとかなんとかってことか、はい、うん、俺たち漫才師、浅草渋谷、六本木、うん、全く関係なくなったから浅草、いや、いいですよ、はい、そういうところで遊んでること、はい、そういうことですよね、うん、そういうことですよね、そうだよね、日常を、ね、日常をなくして、そういうことですよね、場所とかをレプリゼントしてもらったりとか、ほらほらほら、あ、いいね、あ、いいね、鶴見、鶴見入れますよね、勝浦も、勝浦浅草、渋谷、勝浦、はい、まあ、そこまで場所で入れて、はい、鶴見はカットしといて、はい、で次は長谷川さんです、はい、第3小節、え、うん、いやラジオのテーマだったら俺たちの話とかそういうことじゃないの、うん、あ、うん、みんな聞け俺たちの話とか、そういう、いや、花、まあいいか、まあ、うん、誰も笑わねえぜ。そんなでマイナス要素。悲しい歌にするの。もしよかったら、ね。わあ、な。いや、そういうことですよ。うん。で、こんな感じじゃないの。誰にも。みんな遊びに来いよとか。だから、じゃあ、その、はい、なんていうの、そのラ。ヒップホップっていうか、なんかこういうふうによるんじゃなくて、自分たちの、うん、普通の喋りと一緒で、普通の中で、はい、もやるから、はい、別にそのラップっぽいやり方とかじゃなくて、うん、多分普通の自分たちの日常で、うん、あ、なるほど、普段思ってることを、だから俺たちの話なんていうのも言わないじゃん。あ、なるほど、うん、じゃあ僕が普段思ってることを書けばいいってことで、ね、じゃあお願いします。だからその帰りたい、違う違う、帰りたい部屋から出たくない、ゲームしかいいね、ゲームしかしたくない、そうなんだけど、長谷川、そうなんだけど、でもこれはみんなで作ってるから、うん、その漫才師の、さっきと言ってることも違うじゃないか、やり取りじゃん、うん、だからお前のそれも長谷川のゲスだよはいいけど、うん、そう、漫才師で俺たち漫才師って始まってるから、うん、漫才をやってる中のみんなの苦悩みたいなのあるじゃん、うん、誰にも笑ってないとか、そういうことでしょ、なるほど、そういうところを多分拾っていかないと、なやってるところは、この場所はいいと思うんだよ、その浅草とか行ってるっていうのは、はい、拍手よりキャッシュが欲しいとか、そうそう、そういうようなことで、なるほど、うん、悪くないんだよ、別にお前が帰りたいとかそういうのをやったって、うん、でも漫才師の中のやつだから難しいですね、なかなかこれを選ぶのが、
だから自分たちの生活は何を言いたい、うん、伝えるかということだと思います。だからギャラを上げてくれとないけど行っちゃうよとか、まあ、なんかそういうことでしょ。なるほど、うん、お礼は大事とかそういうようなことじゃない。上げてくれか何を書いてるかわからなくなりましたけど、あとあれとかですか、噛んでも大丈夫みたいな。そうそう、噛んでもめげないとか。そう、あ、だからその後強い精神とかわかんないけどね、そんなことでしょ。いいじゃんいいじゃん、もう良くなってきたじゃんこういうことだよね、ワード出していけないですね、どんどん。そう、だからそこであとなんか滑ってもくよくよするなとか。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと。なんか俺らに言い聞かせるような、滑るな当たり前、いやでも言い聞かせるようなことでいいんじゃないの、うん、いいじゃんいいじゃん、そういうことだよね。何でしょう、つかみも考え、いいんですか、舞台は東洋館、ああ、うん、鈴本出てーぜみたいな出たら金先だ、出たら金先だ、2万だぜ師匠には気をつけろって、いやでもそういうことだよ、奴には気をつけろ、出来払いは出来高払いは危ないぜ UTA 歌人みたいな出てます、出てますよいやそうだよ、でもそういうことだよね、でもそういう作り方で、ほらもうこういうのやっぱりやらないとダメだよね、歌G ですね。いやそれそれだぜ、それは後ろで流すんだよ、言うよ、ちょっとまとまんないっすね、まとまんない、でもワードはとりあえずいっぱい出てきたんで、はい、でこれをまあつなげていった方がいいんですけど、ちょっとやってもらってもらっていいですか、雰囲気でこのワードを拾ってもらっていいですか、はい、俺たち漫才師、浅草渋谷勝浦、読めねえ、すぎてまとめましょう、これ一回音にはめて言葉を発していくっていう、はい、なるほど。じゃあそれこれやってるじゃん、ちょっと一人ずつ言ってみる、ワード拾って、せっかくだから体験版、ストーリーだけつなげた方がいいっすよね、ストーリーがあって、うん、ストーリーだけこれつなげて、はい、音に合わせて歌っていってもらえ、はい、いましょうか、一回。なるほど、じゃあ俺たち漫才師、まあ、それは確定、舞台は東洋館、誰も笑わねえぜ、噛んでもめげねえぜ、そこそういうクヨクヨするなとか、そういうことになりますよね、ストーリーで、で帰りたいで、帰りたいすげえマイナスイメージのなんかポジティブな発言が全くないというタイトルゲスだよじゃあちょっといいんじゃない、ちょっとやってみて、はあ、じゃあ先輩は俺たち漫才師ね、はい、で舞台は東洋館、舞台は東洋館ね、で長谷川くん、あ長谷川くん最後の方がいいか、はい、じゃあえー、誰も笑わない笑わねえぜ、誰も笑わない家に帰りたいは最後、最後の最後 ですね、なるほどね、じゃ あすげえ、あーちょっとなんでも、じゃあとりあえずちょっとやってみます、とりあえずやってみよう、わかりました、じゃあ長谷川と最後、わかりました、そのタイミングを教えてください、はい、はい、って言ってもらえれば、はいな、分かったじゃん、はいはい、Yeah Yeah 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 カモ Yeah カモ Yeah Yeah Oh Yeah 一般的なイメージだけで全員そうです、全員そうですね、こっからが、こっから入る、テンプ、俺たち漫才師、舞台は東洋館、浅草渋谷勝浦北千住鶴見に、そして誰も笑わねえぜ部屋から帰りたい、家に帰りたい、あああ、帰りたいったら帰りたい、もうそれ数え歌だよ最後数え歌だよこんな感じでっていうこと、そうです、ええ、はい、まとめて、はい、陰も踏みつつ、やっぱストーリーにすることが
なるほど、なるほど。いやちょっと分かってきたね。あだいぶいいんじゃない。いいですね、うん、もうなんか漫才師のストーリーをこう作っていったらいいんじゃないか。そうだから舞台に出るお客さん待ってるぜって、どんどんこう希望の方向かって最後は、はい、なるほど、誰にも負けないみたいな方になっていけば、なるほどね、なんかエイトマイルみたいな感じになっていけばいいってことですよね。こういやすごい。じゃあ、まあ、袖で待ってる緊張感とか、それはやっぱ小説を、はい、さっき言ったじゃないですか、はどれが聞いていくっていうのはだいたい決まってるんですか。例えば小説はもう、うん、長さが決まってて、うん、はい、1あなるほどね、その中に入れていけばいいってことか。また曲によるってことで。なるほど、そうですよ。なるほどなるほどね、はあはあ、はあ、かった。じゃあまずはこう出してってストーリー作ってやっていく、うん、じゃあ韻を踏むっていう部分はそれは例えばどうしたらいいんですか。もうそれはいやもうだからあいうえを、はい、を踏んでった方がいいですね。舞台は東洋館みたいなとこだったら、うん、なんとか館みたいなうんとかっていうことですかね。うんですね。うんで、あ、あんですね。あん。あん。うん、あん。ボーンとしてはあんで終わった方が、はい、うん、その関係ない。うん。まあそういうことですね。うん、で終わってそれをあのストーリー作っていけば韻を踏むってことになるっていうことですね。いや韻踏むっていうのと、うん、まあストーリーを つなげるっていうのは、まあ、また別なんですね。また別なんですね。なるほどね。え、僕らはそんなことも知らずにこの前曲を作ってたってことですよね。何も知らない。よく作りましたね、無鉄砲に。こういうのがあると全然違うよね。なるほど。もう今やっただけでもちょっともうすでに曲っぽくなってるじゃん。なってますね。いえ、ね、そりゃ今まで断られ続けるわけですよね。そりゃ作りにくいってあるよね。この素人がとみんな思ったんですね。恥ずかしい。ちゃんと持っていけば、はい、ちょっと違うってことだね。そうですね。だからやっぱり僕らが日常持ってる、うんうん、その漫才師としてのなんかこう、ま、生き様をこう表現した方がいいっていうことですね。はい、まずだから詩を作った方がいいです、ね。はい、なるほど。で次回までの宿題で、ね、みんなで詩をだから作って、うん、またちょっと個別に僕持ってって見てもらう。そうですね。あ、いいですね、そうしましょう。そうしましょうよ。その時ちなみにギャラはまあ、2日分のあの日当ぐらい。日当払うのか。なんだなんだ。いいですよって言ってくれんだから。お金が2日分の日当で。2日分出せて。わかりました。ありがとうございました。今日の短いごめんなさい。もう今日のゲストは DJ スペースキッドさんでした。はい、それでは1曲かけてもらいたいんですけども、はい、いい曲紹介の方お願いしてもいいですか。はい。はい、トリガーフィンガーをフューチャリングしたイナディジャメイカ、聴いてください。新曲です。って誰かは言う、実際見なくちゃ知ってる。だから君に教えるじゃないか。ナイスロンジャレ100万ドルの夜景ボートロイヤル、俺はキング、君はロイヤル、氷を溶かすマイヤーズラブ、夢じゃないこれはリアル、タッチバックするペガサスのテラス、今夜の俺にはもうワードを照らす、ベッドでワイニー、俺らは騒いだ、邪魔はできない、二人のジャメイカ、カリブで一服しようよゆっくり、シャンパン飲み込み、石子を立ち、カリブで一服しようよゆっくり、キングサイズのリズムでスモーク、カリブで一服しようよゆっくり、夜中のダンスにボングでカツリ、カリブで一服しようよゆっくり、モテオベイの満月は綺麗、グッモーニング、
き添う愚問食後はラッサとチャリスをスモークバイブス上がったらイオージャルラスファーライストロベリーヒルで落ち着こうよこの景色見たら何でも良くなる人生は続く Life goes on オーメンナオンネグリルの静かな海ゆっくり落ちてく夕日が好きトニーモンタナバレにエスコートボンドビーチで耳打ちずっと彼女は言うのさ欲しいのもっとこの島見たく二人はもっとレゲエに乗って君に歌う君を笑うジャマイカ見たくライブで一服しようよゆっくりシャンパン飲み込み一度立ちカリブで一服しようよゆっくりキングサイズのリズラデスのカリブで一服しようよゆっくり夜中のダンスにボングリガッツリカリブで一服しようよゆっくりモテゴベイの満月は綺麗ラベリン飛行機に乗って誰も知らない場所まで行こうぜ Hey girl 見たことないもの見たことない人全部見つけに行こうぜ To the world 君と飛んでくどこまでもいいんですか満月は綺麗お前に最高の旅行を届け DJ Space Kid Long Side Chico Finger Don't watch TV Watch all my air Space はい、聴いていただきたい曲はイナディジャマイカDJ スペースキットさんフューチャリングトリガーフィンガーさんです。いやー、新曲ですから。だから僕らが作る曲もこういう風になるってことですよね。なりますね。すごいなー。こういう風になるっていう、プロっぽいな。プロの話でしょ。これなります。まあ目指すとこはね。そうでしょ。目指すとこはそこだよね。最後はここ、あそこに行かないと。あそこ行かないと、うん、北千住とか浅草とか全然流れなかったけど。先生どうですかね。なりそうですかね。いや、な、頑張れば。頑張れば。優しい先生だ。行けばもう、ね、いけるんですね。真剣に、ね、おふざけなしで漫才魂でいこうよ。わかりました、わかりました。最後ここですからね、うん、いやもうちょっとなんか何が最後ここだったこれ漫才やるなあれここ何が言いたいんだよ。最後はここです。どうもありがとうございます。皆さんそれで告知が、はい、はい、お願いします。次の日曜日の27日の日曜日、はい、青山の8で、90年代のヒップホップが流れるヒップホップのパーティーに出るんで、ぜひ遊びに来てください。青山の8です。はい、よろしくお願いします、はい、何時からですかね。10時ですね。10時オープン、夜の。おお。チケットとかはそのツイッターか何、まあ、当日で入りますね、はい、当日。詳しくは先生のツイッターか。先生、あ、そうですね、先生だ。先生早いな。ツイッターフォローして、はい、ちょっと笑っちゃってね。ツイッターなんて調べればいいですか。DJ スペースキッド JP です。 JP で、はい、お願いします。 JP でそちらにクリックしていただいて、はい、かしこまりました。はい、本日のゲストは DJ スペースキッドさんでした。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、次はですね、はい、何でもベスト3。いやー、2ヶ月ぶりですけどもですね、このコーナーはですね、自分たちが決めたベスト3を発表しようということで。前回あれ試してみたの、前回はですね、演歌ですね、あのお年寄りが多いところで何を歌ったらいいかというね、歌でですね。でも実際歌ったんだよね、旋風くん。旋風くん兄弟船歌ったんですよ。歌いました。反応はどうでした。そこの時拍手あったんですけど、うん、終わった後に言われたのが、ここでは歌っていいけど外ではもう二度と歌わない。どうやら音程が合ってなかったんですよ。俺すげえノリを歌ってたんで拍手手がこうなってたんで、うん、あ、これハマったなと思ったんですよ、うん、そしたら最後に、うん、ここはいいけどもう外では歌わない、うん、よく知らないまま歌ってた。で、畑人がそれ言っちゃダメだよって言って俺も二度歌わないって決めましたんで、兄弟船禁止で禁止になりました。禁止になりました。さあ、今日のベスト3は何をしようかなと。今日は何決めようかと思ったらですね、やっぱね、男の理想でいろいろあるじゃないですか、うん、ありますね。あ、はい、ありますね、で、この仕事したいとかね、そうですね、売れたいとか有名になりたいとかありますけど、はい、今回はですね、やっぱゲスラジオらしく、なるほど、テーマは、うん、
形のいいおっぱいを自分たちの理想のおっぱいのベスト3を決めたいと思います。マジかよ。よし消せ。おっぱいだ。バカ野郎、おっぱいだ。なんでここに来たら長谷川さんがすごい生き生きの。おっぱいだ。あらわ、それ何、おっぱい何、大きさを決めんの。あ、それあります。もう自分たちの形だったり色だったり形だったりあるじゃないですか。色まで言うの。飲みたいおっぱい、吸いたいおっぱい、いろいろあるじゃないですか。それを決めましょう。お前やったことねえだろ。すごいですね、後半一気にゲスラジオに入ってきましたね。急に入ってきましたね。前半すげえよかったのに取り返すかのようにすごい。さっきまで書こうと思ったのに急におっぱいだったけど。俺たち漫才してこいったんだよ。一歩うち下手くそになったんだよ。最近習字教室行ってない。おっぱいベスト3。ベスト3。よいしょ。やっぱ形はどうですか。まずだから大きいか小さいかの二択ですよね。まず英語表記で決める。英語表記。巨乳派か微乳派かの違いがやっぱり大きい。微乳って何。ちっちゃい方。あれ今微乳って言うのそれ。微乳。ちっちゃい方分かれるじゃないですか。好みはどうなんですかそれぞれ。これその前に僕たち4人だけで解決できるんですか。いやまあいいんじゃない。とりあえずいやじゃあみんなの大きさを決めていきますか。パッパッパッパいきますか。じゃあなるほど。揉んだことないからな。今妄想がすげえ、妄想が広がってる。イメージですね、イメージで。初めては誰がいい、どんなのがいいかとかね。初めては初めてはどんなのがいいか。 AV とか見てるからそれで、もちろんもちろんもちろん。でもそれは平面だから。あんまりでも大きすぎてもなんだ、手に余るというか。なるほど、当たるねやっぱり。手に余るよく言うやつだろ。女優で言ったらどの方が。いやだからもう決めよう。じゃあ、はい、まず大きさでいきたね、はい、大きさは A から順番に行く。 はい、大きさですね。じゃあ俺 C と D の間。 C と D の間って大きさ。大きさ。じゃあ手挙げていきましょうか、はい、じゃあまずは A の人。もういない。 B の人。はい。お、 B。 B ね。 B、 あれ B 一票。はい、 B。 C の人。はい。 D の人。はい。おにお。お前嘘全部マジで。待って A、B、C、D。 あ、E か。 E の人。F の人。いや、あとお前の意見だからね。早く言えよ。お、G。G。G ってそれぐらいでけえの。グレートですよね。いや、グレートの G ではない。GTO、GTO みたいな言い方じゃない。ちょっとなんか因果入っちゃってる。なんか。ねえ、先輩は G の人に会ったことあるの？あれだってあの子、あれ一回ラジオでおっぱい揉んだ子。あ、お前揉んでたな、なんか一応。G じゃないの？はい、最悪だこいつ。連れてこい。連れてこい。俺最高でしたよ。あれ G が元だっけ？あれ、Q だっけ？キューとか言うな。俺触ってねえから分かんないよ。見たって分かるじゃん、視覚的じゃん。 お前触っただろう。え、それやっぱみんなその揉みがいがあるってことがいいってこと。いや、もうそうですよ、ね、やっぱそうですね、うん、じゃあ色は色。色。あ、色ね。色。俺じゃ日焼けした方がいい。日焼け。え、黒い日焼け。あ、分かる。黒い方がいいです。俺白。俺も白ですね。え、それ乳首が、それともおっぱいが。じゃあ肌が、肌が、肌、ああ焼けてる方がいいです、焼けてる方がいい。ギャル大好きで。いやいや、わかります。俺引きこもりタイプがすごい好きなんだけど。清楚な感じのね。メガネっ子でしょ。そう、メガネっ子、うん、長谷川さんってね。いるよ。なんで生き生きしてんだ。じゃあまとめると、うんうん、ああでもあれは乳首の色もあるじゃない。あ、乳首。いや、それはもう、それはみんな合うでしょ、まあ、絶対。いくよ、せーの。ピンク。ブドウ？レーズン？そういうの？来たレーズン。黒に黒じゃない。黒に黒じゃない。ピンクです。ピンク。Gカップでお前、黒くてお前。シュワシュワってどういうことだよ。じゃあピンクで。どんなやつだよ。でもやっぱ形もいろいろあるじゃないですか。形は釣り鐘型、ね、ロケット型、お椀型あるよね。ありますね。あ、もうこれ絶対ロケットがいい、それ。まあ、ロケットさんだよね。ロケットさん。ロケットさん。言い方が、言い方。先輩は。ロケットさんじゃないね。ダメですよ、いじっちゃ。頑張ってな。じゃあロケット。ええ、あれでしょ。釣り金じゃないの。お、釣り型。釣り金じゃないの。釣り金型って。どんな感じ。こんな感じの。あ、上にキュッとなってるような。あ、和田さんみたいな感じですかね。そう、俺はね、ちょっと。いやいや、バカ野郎。俺結構漫才師の乳首立っちゃう。あと何も言ってないわ。叩かれる。リズムのために叩くのやめてくれるから。じゃあまとめましょうか。どうやってまとめんだこれは。じゃあまず大きさは、うん、じゃあ D なのね。D がね、D がね、D がね、やっぱまさしくおっぱいみたいになってるから。まあ D ぐらいでちょっとちょんってつけてみる。 D で、あ、でも色がちょっと分かりましたね。半々だね。半々の色でいいんじゃない。なんか目玉のやつじゃん。黒と
黒黒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 じゃあおっぱいは人それぞれということで、全然ベスト3も何もなかったわ。さあ告知のコーナー、はい、じゃあ告知ということでですね、はい、にぎらい座、はい、横浜にぎらい座、はい、2月24日土曜日ありますんで来てください。はい、2時からです。漫才大会はまだいいです。はい、最後これ僕今お芝居をちょっと今回やることになったので真面目な芝居ちょっと挑戦してみようと思って、はい、はい、あの10月16、17、18、3日間、はい、やります。ぜひ皆さん来てください。はい、偽りのアクバル、そうですね、これ推理もんですから今日もね練習してきたんです。おお、北池袋新生館シアターでございますね。はい、頑張ってやってますよね、ぜひお願いします。そして昨日、はい、こちらですね、はい、第2回勝浦落語会があります。あー、これも来て、10月3日は勝浦キステでありますので、はい、こちらの方も皆さんお願いいたします。もうあと少ないですからね、お願いいたします。チケットがね、はいはい、それではまた来週お会いしましょう、はい、バイバーイ。バイバーイ。俺たち漫才師